あれこれ言うった。ということで皆さんどうも、えー、こんばんは山崎裕太でございます。えー、本日ですね、えー、火曜日ということで本当実際でしたら生配信の予定であったんですけども、えー、本日東京都がですね電力需給の逼迫警報という警報が出て東京都では夕方以降 もしかしたら、えー、一部、えー、停電になる、えー、可能性があるというニュースを、えー、受けましてまああのー、いつも会社の方で生配信してるんですけどもあの結構まあ多分電力をね使ってると思うんですよね。まあ今その警報が出たということでまあまあ偽善って言われちゃそれまでなんですけども、まあ、僕たちも一応、まあ、こうエンターテインメントとしてね、えー、前に出る、えー、身としてまあその。 一応、節電という形に、東京都のね、その形に協力させていただこうということで、本日生配信はお休みさせていただきたいなと思っております。皆様ご了承ください。えー、ということで、まあ、本日は生配信中止になってしまったんですが、えー、来週はですね、えー、生配信あります。えー トラオさんでもなく、えー、ニャンキッチさんでもなく、えー、僕が、えー、生配信をしたいと思ってるんですけども、来週生配信の内容といたしましては、なんか最近もう毎回毎回釣りのようにご報告があります、ご報告がありますって言って、なんかグルテックが終わります、えー、タイトル変わります、みたいな感じでずっとご報告続いてたんですけど、またちょっとあの皆様にね、えー、ご報告をしなきゃいけないことが、えー、ありまして、えー 来週はちょっといろいろと皆様にご報告する動画に生配信になるということなので是非皆様ご覧になっていただけたら嬉しいです。今週の土曜日はドラフト会議の続きがあったりですとか旅編がねちょっとあのスタッフのこの間ミスによりアップロードできなかった。 それもままたた重ねてお詫び申しし上げせんでその動画が日曜日にアップされるということでまあ引き続きどん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 動画はアップされていくんですけども今日はとりあえずこんな形で中止という形になりますので東京都の皆さんね関東近郊の皆様も是非節電にねご協力いただいてたまにはねろうそくなんかで過ごす日も。 素敵なんじゃないかなと思いますけどもね。えー、まあそんな余談はどうでも良かったですね。えー、そうだな、特に言うことあるかな。うーんないですね。はい。まあ、元気いっぱいに。まあ、今日東京すごい寒い。まあ全国的に寒いのかな今日はな。雪も降ってるところもねありますし、えー、皆様、えー、これからね。えー 帰宅する方とかはね足元にお気をつけてお帰りくださいそれでは皆さんまた、えー、土曜日の動画でお会いしましょうじゃあねあれこれ言